東京電灯、東京電灯株式会社、東京電灯は、かつて存在した企業の一つ、日本初の電力会社である。1883年、明治16年2月15日、矢島作郎、藤岡一助、大倉喜八郎、原六郎、三野村利介、菓村真、八塚持明など数名からなる発起人が、国から会社の設立許可を受ける。 富国強兵に電力は今後欠かせないという判断のもと、資本金20万円で前年に出した企業創立の請願書が認められたものだった。1886年、明治19年7月5日に企業活動を開始し、1887年、明治20年11月には東京の日本橋家屋和町から電気の送電を開始する。この年の末には、 火力発電所を東京5箇所に設置する工事をはじめ直流送電を行った。しかし、旺盛な電力需要の高まりに交流送電への転換を余儀なくされ、1893年、明治26年には2 0 0ットの国産大出力交流発電機を備えた浅草火力発電所の建設を開始、3年後に完成させた。この時、浅草発電所において、 東京電灯は、ドイツのアイグ製交流発電機も合わせて、購入使用したが、これは、交流 50Hz による電気を供給するものであった。これに先立ち関西の大阪電灯が、アメリカゼネラルエレクトリック製の交流 60Hz 供給発電機を採用したが、これが、現在まで続く日本の東西で、商用電源周波数が異なる原因となっている。1895年、 公衆財閥の若尾一平の事業体が東京電灯を買収した。以後、1927年までは若尾市の一族を取締役、または社長とした経営が行われていた。その後、品川電灯、深川電灯など関東に新しい電力会社が続々設立されるようになる。それらの中には鉄道会社が副業として行っていたものや、その逆で、 余剰電力を用いて、電気鉄道事業を行っていた、電力会社もあった。なお、東京電灯も、大正から昭和にかけての一時期、前橋電気起動、ト根発電合併による、ト根起動、あずま東京電力合併による、江ノ島電気鉄道、現在の江ノ電、横浜電気合併によるなどを買収し、直接経営を行っていたことがある。大口の電力需要を持つ。 電気鉄道会社は電力会社にとっても経営安定化の面などで魅力的なものだった。しかし東京電灯の場合は電力事業へ専念しようという考えから後にはすべての路線を東武鉄道や江ノ島電気鉄道などに譲り渡した。またこれが縁で江ノ電の河川柱は現在も東京電力の電柱を兼ねており河川柱の片側が異様に長く その先には電力線やコンデンサ等がぶら下がっている。明治時代から大正末期になると東京鉄道、都根発電、絹川水力電機、桂川電力、江戸川電機、稲脇路水力電機など関東における電力会社が続々誕生するようになり競争状態になった。特に東京電灯と東京市電機局と協定を結んでいた。 キ川水力電機、桂川電力から受電契約を結んで設立された日本電灯の3社による競争は熾烈になり、過当なダンピングが行われるまでに至った。この競争は1917年、大正6年に協定が結ばれたことで終結し、東京電灯はその後日本電灯を買収した。この激しい競争から東京電灯を事実上の勝利に導いたのは当時の社長で、 公衆財閥の重鎮でもあった神戸巨一であり、後に東京電灯の黄金時代を築いていくことになる。大正末期には、地方でも電力会社の統合が進み、東京電灯東方電力、大道電力、宇治川、電気、日本電力の5社が五大電力会社と呼ばれるようになった。しかし、東京電灯は、1923年、大正12年に、 関東大震災で甚大な被害を受けた。だが、復興は急ピッチで進み、翌年2月には8割以上の復旧を見た。また、震災後急増した電力需要に対応するため、隅田川沿いに、千時火力発電所、4本の枠煙突で有名の建設も開始し、1929年、昭和4年には5万キロワットの供給力を持つ大型発電所取った。 この間、1928年、昭和3年には、東方電力系列の東京電力と合併した。その一方で、一連の企業買収は非効率な発電設備を抱えるとともに、電力供給能力の過剰を招くことになり、震災による被害とも相まって、経営不振の原因となった。東方電力への対抗策として行った名古屋進出も失敗に終わり、加えて、 社長、若尾明八による社費の政治活動への流用。若尾は立憲政友会総務でもあったや、ペーパーカンパニーを用いた指摘用もあり、同社に多額の融資を行っていた三井銀行も事態を感化できないほどにまで経営が悪化していた。若尾の息子、若尾光太と田辺総英、クリススイトラが経営する三つ引き商事は、 東京電灯の設備工事の事業を拡大しており、佐藤貿易、保健事業、スラバヤへの進出なども試みていた。1927年に、三井銀行の池田茂明によって、厚生の助と小林十三が取締役に就任。債務整理を実施した後に1930年に、若尾会社から追い、佐藤が社長、小林が副社長の夫人を取った。 特に営業の指揮を振るった小林は、営業所を再編するとともに、電気器具の販売にも、注力や、決められた日に集金を行うこと等の改革を行った。満州事変の翌年には、上海停戦協定が締結されたものの、5.15事件、2.26事件、日中戦争と軍職が強くなるにつれ、電力事業の国家による統制が望まれるようになった。 1938年、昭和13年には、国家総動員法に合わせて、電力管理法、日本発送電株式会社法、電力管理に伴う、社債処理に関する法律案、電気事業法が制定された。また、創立50周年を記念し、商工大臣の許可を得て、同社寄付金により、財団法人、東電電気実験所を設立。 現在の公益法人東電記念財団、東電記念科学技術研究所、川崎の実験工場で研究事業を開始した。1939年、昭和14年には、国策会社日本初送電株式会社が設立。同年8月には、配電統制令が発布され、東京電灯をはじめとした電力会社は、日本初送電と関連する関東配電株式、 会社など旧廃会社に統合された。東京電灯自体は旧配電会社設立に伴い、1942年、昭和17年4月1日をもって、関東配電へ吸収された。戦後、GHQ、スキャップ主導で、財閥解体など、経済の民主化が、指摘独占の禁止及び公正取引の確保に、関する法律、独占禁止法。 過度経済力集中排除法などの新法に基づいて進められるに及び日本発送電及び関東配電も再編成を求められるようになった。1951年昭和26年5月1日には発送配電を行う現在の旧電力会社が創立されて日本発送電と関東配電は解散し東京電灯がかつてペリトリーとし 関東拝殿に引き継がれていた地域は東京電力の供給、営業エリアとなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。